ハニーちゃんのアンドロイド人間っていう両方
さ女の子の気持ちだったりとか、そういうのがだんだん分かってくる、お話になっていくと思います。なので多分1話も見逃したら多分もう訳が分かんないぐらいもう怒涛の展開になっていると思うので、皆さんぜひぜひ1話も見逃さないで見てください。そうですね、恋愛復帰は一応情報、ドラマ的情報番組なんですけど、やっぱり情報もありつつドラマ編といって、で、ストーリー性のあるお話が一緒にくっついてたりするんですけど、なんでやっぱりお芝居している私も見てほしいなと思いますね、皆さんには。なんかいろいろと設定がどんどん変わってくるので、はい、いろんな私が楽しめると思います。今ハマっていることは、お風呂の中で半身浴をしながら漫画を読むことにハマっています。そうですね、漫画は少女漫画とか、あと男の人が読むようなスポーツ系の漫画だったりとか、何でも好きなんですけど、今は天使なんかじゃないっていう漫画にハマっていますね。冬はですね、私寒いの大嫌いなので、もう家からなるべく出ないように、もう家でぬくぬくと生活していますね。やっぱりイルミネーションとかもいいんで、そういうのも見に行くんですね。はい、私のですね、最新ブック写真集ハニーは皆さんもご覧いただけたでしょうか。もう見た方ならわかると思うんですが、キューティーハニーザライブのハニーちゃんの格好してですね、戦闘服だったり、あとコスプレだったり、あと高校生のハニーちゃんだったりっていうのが入ってるし、あとやっぱりハラミ系っぽい写真カットもいっぱい入っている写真集になっています。そしてですね、やっぱりキューティーハニーとの出会いは私にとってすごくいい思い出というか、出会いというか、もう本当に素敵な出会いだったと思うので、なんだろう、その私が思っているこの気持ちを皆さんにも見て知っていただけたらすごい嬉しいなと思います。なので皆さんぜひぜひチェックしてみてください。そしてハニーちゃんといえば、ドラマの方のキューティーハニーザライブも毎週火曜日深夜1時からやっているので、皆さん絶対に見てください。よろしく、バイバイ。ハニーフラッシュ、わかりました。じゃあこれを見たらもう絶対にドラマを見てくださいね。いきます、ハニーフラッシュ、こんな感じです。見てね。